はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは。トニーとジャイのトニーです。今回はベリーリトルナイトメアのストーリーを30分間にまとめてみました。はい。で、自分自身重要かなって思うところとかは、重要って書いたりアップしたりしています。はい。ということで早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、早速重要ですね。はい、誰に追われているんでしょうか。そしてこの部屋は一体何なのでしょうか。はい、重要なので覚えていてくださいね。んで、ベリー・リトル・ナイトメア、タイトルきましたね。そして、悪夢から目覚めたように起きます。で、気球に乗ってきたのかな。気球からこう降りて、ノームの後を追います。はい。で、ノームがこの橋の先にいるっぽいんで追いかけていってます。はい。で、これは何やら外なのかな。で、外の外壁、穴開いてるところから穴に侵入していくと。はい。で、あみあみのこのシーン、なんか少女が走っていきましたね。で、ここはチュートリアルなので、チュートリアルを、難なくクリアしていきます。はい。で、誰かが運ばれてますね。はい。誰かが閉じ込められてます。で、また穴が開いてますので、その中に入っていく。すると、また謎の箱があり、これを回すと、おっと、これは何かどこかで見たことあるな。ボタンを押して、ここから脱出します。そして棚の上を見ると鍵があったので、それを入手。先ほど拾ってきた鍵で、閉じ込められてた子を、こうやって助けます。はい、今の子、この子ね、重要なんで覚えててください。はい、で、先に進みます。じゃあさっき、檻から逃げたちっちゃい子供がいましたね。はい。で、ここはトロッコの、まあ、チュートリアルなのかな。レバー使いますよっていうチュートリアルかな。ここも、はい、難なくクリアしていくんですが、ここでもまた、重要なポイントがあります。さっき助けた子の服ですね。はい。じゃあ次やってきたんですが、ここは、リトルナイトメア1で、同じような目がありましたね。はい、同じように石になります。周りを見るともうすでに犠牲になった子供たちがいる。で、次。どこからともなく水の音。はじめ僕はこれおしっこと思いました。なんか水をまいてるおっちゃんがいる。手足がとても長いおっちゃんですね。はい。で、何を濡らしてたのかな。革？何か布みたいなもんですね。はい、じゃあ次行きます。この綿は一体何を示唆してるんでしょうか。ドライマウスですか。考察でもここのシーン出てきましたが、まあ今回はぶっ飛ばしていきます。はい。じゃあ次、樽の部屋に来るんですね。で、ここのギミックも難なくクリアしていくと、はい、ここスイッチを押したらドアが開くと、それを確認して、はい、上に向かって、先に進んでいく。はいはいはい。で、ここに樽があったから落とす。で、さらにその奥に進むと穴があるから入ってみる。じゃあまた、キャラクターボックスみたいなあって、はい。あなたは誰かわからないけど。開ける、転がす、落とす、転がす。はい。で、これでギミックはクリア。はい。開きっぱなしになった扉の向こう側に行きます。じゃあさっきの手足長おじさんが何か洗ってる？藍色に染めてるのかよくわからないけど、おじさんと接触、もちろん死にますね。はい、ということで、おじさんが来れないように、なんとかおじさんをかわす。はい、かわして、かわして、かわして、右サイドから上がっていく。はい、そして登って穴があるからそこに入ると。じゃあさっきのおじさんが何を作ってるのか大体わかるようなシーンになってくるんですよね。人形みたいなものを作ってるのかな。はい。で、奥の部屋に行ったおじさんを追いかける形になります。で、この部屋特に、人形が作られてるんだなってぐらいしかわからない。はい。じゃあ先に進みましょう。さっき洗っていたものがここで干されているのかな？もしかして子供の皮？様々な妄想を膨らましながら奥へ進みます。で、はい、次のステージに行くと、また作業部屋みたいな感じですね。はい、探査開かない。まあ、ここのね、ギミックも、まあ、難なくこう、クリアしていくと。うん。で、周り見ると、やっぱりその人形の骨組みみたいなんだったり、いろいろあるね。で、ノームを助ける。で、こっちのノームを助けます。で、ノームが行った場所に向かったら、落ちる。またノームがあっち行ったんで、ノームが行った場所に向かいます。はい、右手に金庫のような物体があり、先ほどの部屋の床下を進んでいきます。そして屋根付近にあるダクトを目指して進んでいきます。ダクトの中には何やら繭のようなものがありますね。先ほどの手足の長いおっちゃん、あれはもしかしたら雲人間なのかな？でも食べてるところを見てないので何とも言えない。進んだ先にはネストの絵が描かれてる。ネストはスーとかそういう意味なんですね。はい。で、エレベーターに持ち運ばれた、シックスのような人物はそこから出ます。で、またここで箱を発見。で、ノームがエレベーターの方に逃げたんで追いかけていくと、またキャラクターボックスがあります。で、このキャラクターボックスを、はい、開けると、今度はどれかな？なんかよくわからないやつが出てきましたね。うん、悪魔みたい。はい、で、ここのギミックも難なくクリア。で、扉の向こうに進んでいくと。じゃあ、いかにもこう倒せそうなやつがあったんで、これを倒す、登る、で、上の方からさっきの部屋へ。で、ここも板を倒して次の部屋に。はい、次に来たのは、リトルナイトメア1でもあったような時計がたくさんあるお部屋。常々時計を直す人のような人がいますが、まあ考察は後にしよう。バーコードおじさんが通った通路を通り抜けると、彼の部屋かな？シャワールームなのかな？ここで食事もとってるみたいね。これベッドね。ベッドの上に食器があるから、多分ここで食っちゃねしてるんだね。で、ベッドの上に置いてあったアイテムを拾って、この植木鉢のようなところに入れて足場にして進み、電源を入れます。じゃあテレビと謎の少女の絵が飾られてますね。で、まあ、なんとなく上にこう登っていくと、はい、電気が下に落ちて、下はビリビリ状態なんで水を止めます。で、電気も止めます。これで水のビリビリなくなったんで、はい、じゃあ次奥に進んでいこう。するとノームが何か板を持ってる。板、靴かな？靴を持ってたから追いかけて靴を没収。はい、そしてこの靴でスイッチオン。で、扉が開くので、またこの靴を通って扉の先へ。じゃあさっきの時計の部屋に戻ってくるんですね。はい、じゃあさらに奥へ進む。で、進む、また進む。はい、じゃあ先ほど倒した部屋に来ますね。箱を倒した部屋ですね。で、さらにその奥に進む。木の板を倒して、登って、何やら引くレバーみたいなのあるから、これをピッて引く。あ、これは走らないといけないな。走らないといけないから、ダッシュしてスライディング。で、次は何やら Amazon 倉庫のような荷物がいっぱいある部屋に来ましたね。何の倉庫かはよくわかんないけど、とにかくここのギミックもクリアしていきます。はい、マッチとか使ってクリアしていくステージですね。あとはレバーとかもあって、はしごが動くようなステージになってますね。そう、まあこれはストレートなレバーの使い方したら難なく、はい、ギミックをクリアしていきますね。で、この部屋から出るんですが、先ほどの部屋、牢屋みたいなのありましたね。これ、牢屋かな？で、まあ、このパイプの上を進んでいくと、危ないなと。はい、で、進んでいく、さらに進んでいく。進んでいって、下に下がって、何やら引けそうなものもあったけど、今は無視して、部屋の中に。でも真っ暗だからまた出ます。じゃあもう一個あった部屋に入ろうかなというところですね。はい。で、入りました。何やらバチバチと。いかにも漏電してて危なそうなレバーがある。でも好奇心は抑えられない。一回押してみよう。はい、やっぱり思った通りになったね。はい、でもここはもう第六感を信じて適当にスイッチオンオフやってたらバチバチ止まったのね。はい、バチバチなんか止まったから、じゃあこれ入れちゃおうっていうことで入れます。はい、じゃあ電気ついたね。でさっきの暗い部屋に行こう。で、暗い部屋に行くと、ここにノームがいた。ああ、どっかいたね。はいはいはい。じゃあ追いかけよう。で、追いかけた先、またノームがいる。あ、また逃げられたから、また追いかける。はい。で、またこっちに戻ってきた。あ、じゃあ扉閉めて、入り口封鎖しよう。あ、これさっきのあれだね。ギミック解くための絵がここに書かれてましたね。はい。ということで、ここのノームを、はい、拾い上げて脱出。で、そっから、ここ、ノームをポイってやって開けます。そして、このダクトの中にスッと入っていく。すると、ゴミを貯める場所に到着。何か不穏な空気と嫌な匂いが漂う。とにかく臭い。何かがいそう。あー、いましたね。はい、捕まった。物陰に隠れ、こそこそと、ストーキングしてくる。君が不穏な空気を漂わせていたんだな。とにかく走れ。脇目も振らず走れ。そう、走るんだ。走れ、メロス。その先にはプロペラと連動したハンドルがある。なら回してみよう。クレーンもある。下ろしてみよう。フックを引っ掛けて、また回してみよう。そして、プロペラハンドルも回してみよう。で、回して、回して、回して、はい。で、奥進んでいこう。あ、じゃあなんと道ができてるじゃないの。そう。さっきプロペラに乗っけた箱を使って上に登って、はい、この先に進んでいくっていうギミックでしたね。はい。で、ここで降りていくと、はい、いうことで降りていきます。じゃあ何かまた襲ってきた。これは一体何なんだろう。姿を見たいけど、見る勇気もない。なので、一旦ここは逃げる。はい。ということで、はい、上がっていきます。進みます。進む、進む。で、次はなんだこれは。なんかポケモンで見たことあるな、こういうの。なんか滑らすんだね、これ。ああ、オッケー。ということで、滑らしていきます。はい、これも第六感を信じて適当に滑らしていきます。はい、滑らす。滑らす。うん、滑らす。ああ、じゃあなんか、いけたっぽいな。レールがないところに、ゴミ箱を捨てて、じゃあそっち行こう。うん、ってなると上に登れるようになったね。はい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 。じゃあ上に上がっていこう。でも上から落下してくるこの荷物に当たると落下しちゃうから、うん、それをかわしながら行く。はい、じゃあ次のステージ。これだんだん上がっていってるよね、高くね。またノームが逃げたから、ノームが逃げた方に進んでいく。じゃあ意味深な部屋にたどり着く。ちなみに右隅にある、入り口みたいな、網か。網な、開くんですよね。そう。ね、網の先にはキャラクターボックスがあります。ということで、まあ次のステージやってきたんですが、わけがわからない部屋、何か洗濯物を運ぶようなレールがある。また女の子が通っていきましたね。はい、じゃあさっきのハンガーのほつれたやつ取って、はい、このなんか光ってるやつ、とりあえずここに持ってこよう。はい、で、これを刺す。ブシュッと。はい、じゃあ、動くようになったね。ヒューズを入れ替えたから動くようになりましたね。うん、じゃあ何か赤い色のリボンみたいなの出てきたから、これなんか使うんだろうなと思って、とりあえずそれっぽいところに移動させると、はい、ここの上に乗れたんで、この箱を押す。これはあれだな。手を離した瞬間、泥まみれになった記憶が蘇る。おっと、変な人がいましたね。何してんだろうね、この人。一体。アイロンかけてる。人形の服、アイロンかけてんのかな？それとも小さい子供たちがまだいっぱい囚われてるのかな？まあ、そこはちょっとわからないけども、とにかく先へ進む。じゃあ何やら子供たちの服を洗うための大量の洗濯機が並ぶ部屋が2つあるね。乾燥機と洗濯機かな？よくわからんけど。で、とにかくこの部屋の上に穴があったんで入ってみたらスイッチを押せると。スイッチを押したらなんか嫌な音がした。はい、じゃあ逃げろ。あ、ダメだ。はい、スイッチを押したら嫌な音がするってことが分かったんで、はい、洗濯物に紛れ込む。でもこのままいたら痛い目に遭うからこっちに移動。はい、ということでまたこの部屋に戻ってきたんですが、鍵発見。はい、ほんで鍵を拾う。で、この鍵を持って奥へ進む。はい、奥に進む、奥に進む。わざわざ人形の服を作ったり洗濯したり、作るってことは常々人形が増えてるっていう解釈でいいのかな。でここはゴミだめ、不要になった服とかかな。でとにかくロックされた部屋を解除し、意味深な部屋に来ましたね。エレベーターがあって、なんか右上に肖像画みたいなのありましたね。何あるバルブの部屋に出てきましたね。この湯気みたいなものを止めて、湯気当たらんようにします。入り組んだパイプが右上に、そして何か床に仕掛けられている。ここなんかできそうだなということで、これは湯気必要だなと思って湯気出しに行きます。はい、これこの掃除ボックスみたいなんで湯気ガードできんじゃねえと思って持っていったら、まあ案の定道は開かれましたね。湯気出した状態で道は開かれましたね。はい、ということでさっきの部屋に戻ってきて、上のプラスドライバーがマイナスドライバーを下に落とし拾って、ここ開けちゃう。すると中からレバーが出てくる。はい、押したら床が開いたね。じゃあそっちに向かおうかなと思ったけど、嫌なやつ来たからちょっと一旦逃げようと思って上に登ったり下がったりを繰り返してたの。死んだと思ったけど、これバグで死ななかったんですよね。これ本当は死んだシーンなんだよね。頭に乗ってるのは毛糸かい、それとも髪の毛かい。とにかくこのバーコードおじさん、つま先おじさんのこの場所もどうすることもできなくなってしまいましたね。進むことができないみたいですね。ここ落ちたとて何も進まないのね。だから強制的に、はい、進行していこうと思います。はい、じゃあ落ちると何やらまた少女がいたね。でクモの巣に引っかかり、さらに落ちて繭みたいなんがある。この繭、この中に何が入ってるのかな、いろいろ意味深ですね。まあとにかく繭の部屋を後にします。すると子供部屋、子供部屋につながってるんですね。あの繭の中はもしかしたら子供たちが入ってるのかな。で不気味なオルゴールの部屋にたどり着いた。ここにもうの絵本のようなものがある。本かな。はい、でシーソーのギミックをクリアしていって、猿おるけどまだ使わない。電気をつけて猿のお尻引っ張って、はい、この部屋から出ていこうかなと思ったけど、上に何やら登れそうだったんで、こっから登っていこう。はい、で上にあるおもちゃ箱を落として面白そうだから滑ってみるとノームが出てきましたね。はい、じゃあここロック外して中に入る。人間は壺があったら割りたくなる。だから割ってみる。ならノームが出てきた。でまあちょっと散策すると、大量のトイレ、そして大きなお風呂、子供たちがたくさんいるってことですね。これはもうすでにノームにされたのかな、子供たちは。で暴れ狂ってるこのシャワー、はい、これは一旦無視で、この絵何か逆向いてるな。ということを頭に入れつつ先へ進みましょう。というよりも上の階、ここ穴あったからこっちに行ってみよう。はい、そしたら風船が取れるようになってると。でこの風船でノームを救出で、バルブがあったからバルブを止める。そしてシャワー突っ込む。そしてまたバルブ開ける。そして再びお風呂へ行くとノームがいた。で子供部屋のこれ何かなと思って見たけどよくわからんかったから、とりあえず置いとく。はい、で絵を全部逆さにしたらここが開いたのね。じゃあそっからノームが出てきて、なんと奥に進めるようになりました。なんで奥に進んでいきましょう。はい、またここにも意味深な絵が描かれてますね。親と子供たちの絵ですね。で下にはおもちゃのガラクタがありますね。でとにかくこっち進めそうなんで進んでみたらキャラクターボックス、はい出ましたね。はい、じゃあ正規ルートで進んでいきましょう。奥に進んでいくとまたちっちゃな穴があったから、じゃあそこ行ってみたら、バーコードのおじさんが何か覗き込んでるんですね。おっと、あの帽子や赤いマフラーどこかで見ましたね。何やら序盤の方で助けた子供の服を着せられた人形なのかな。この壮大なおままごとの中の一人として数えられているんだろう。ってことはその人はどこに行ったのかな。中の人服脱いで逃げてたようだけど、あの服の持ち主は一体どこに行ったのかなと考えながら先に進んでいきます。ちなみにターザンは嫌い。じゃあこんなテレビの部屋に来ましたね。これ2ではテレビに洗脳された人々が出てきましたね。これは果たして子供の人形なのか、それとも洗脳された子供たちなのか。まあ人形かなと思いつつ先へ進もうと思いますが、テレビのコンセント抜いちゃったんですね。でそれに気づいたバーコードおじさんがやってきました。それどこで持ってるのか不思議。髪の毛で持ってるんでしょうね。それともサイコキネシス。不思議に思うことがあるんだけど、なぜ手を縛っているの。はい、ということでバーコードおじさんをやり過ごし隣の部屋へ。すると廊下に出てくるね。これは何か体の中にも見えなくはないね。臓器の絵に見えたり。これは一体何かな。ハウルの動く城。はい、ということで床下に行けるようになったんで床下に行きます。で奥に進んでいくと穴があって、その穴に入るとまたキャラクターボックス発見。はい、キャラクターボックスを上げるとこれは1で出てきたね、コックさん。はい、ということで次は逆向かってみたらなんだあの絵はと思ってアップしたんだけどよくわからなかった。でどこかの部屋の床下につながっているようで、小さな少女がおままごとをしてますね。でまあそれを見てちょっとビビりながら奥へ進んでいくと、子供たちの写真がいっぱい飾られた奇妙な部屋に出てきましたね。でワンツースベリーリトルナイトメア全部ピアノ出てきてますね。音楽が何か関係してるのかな。でたくさんの子供たちの絵が飾られている。譜面が書かれてたので譜面通りにピアノを弾いたらさっきのはしごが現れましたね。そして黒ひげ危機一髪。はい、で上に登っていくとたくさんの人たちの下に目がたくさんあって気持ち悪い柄の廊下みたいなのがある。これ2のものがのっぽになったところにちょっと似てるかなって思いましたね。じゃあ次は移動式床があったのでそれを使ってアイテムボックスの部屋に。はい、そして先に進んでいきましょう。さっきティーを飲んでた少女の絵もありましたね。はい、じゃあ次はこんな部屋に来ました。これは何、船かな、飛行機かな、それとも灯台で少女の絵とテレビの絵。意味深だね。少女が真ん中に立ってその端に4人いた。これは一体何の絵かな。何かが上から下げられてる。先に進んでいきますね。じゃあ少女がおっと、カカシオ相手に怒ってますね。これはワンで出てきましたね。ワンのドア玉の方で出てきましたね。椅子とあの長い足。はい。あのシーンです。で、これはもしかしたらレディと自殺された、首吊り自殺された人の間に生まれた子供なのかなっていう考察もありましたね。はい。ということで、まあ一旦降りていきましょう。うん、やっぱりテレビ気になるな。うん、テレビが関係してるんだね。ということで、一旦進んでいこうかなと思ったら、バーコードさんやってきました。で、ここはダッシュだ。もうひたすらダッシュ。逃げる、逃げる、逃げる。そう、やつに追いつかれたら物投げてこられるんで、はい、もうそれされないように、とにかく、やつから逃げましょう。はい。で、だんだん奥に進むと、おっと何やら少女がいましたね。じゃあ、ここから一緒に出ようということで、2人で協力していきます。はい、じゃあ次は、登れないはしご。でも協力すればいとも簡単。はい。で、先に進むことができ、いた！で、先に進むことができました。おっと、ここは行き止まりで、右の方に曲がっていくと、落ちちゃった。はい、じゃあここも、はい、難なくクリア。おー、橋、怖い橋。やっぱりな、そうなると思ったよ。でもここは落ち着いて上に登っていきましょう。うん、上に登っていく。さあ、やつに追いつかれたら終わりだから、走れ走れ、とにかく走れ。さあ、懸命に走ってる。おっと倒れてるけど大丈夫？ちょっと、追いついてきやがったな。もういい。この子は置いておいて、自分の身をまずは守ることを考えよう。ということで、小屋を発見しましたね。はい、小屋の中に立てこもり、助けてあげて。これは、ドア玉にこのシーンありましたね。これは何かの工具の部屋かな？ということで、地下へ続く道があるので、降りてみたら、いっぱいの人形がありますね。使い終わった人形たちかな。なんでこんなに大量に作る必要があるのか。それとも、これはもともと人間だったのかな？よくわからない。で、人形の靴だとか、手足が散乱してますね。これ、2にも出てきましたね。ちっちゃい靴。で、外に続く道を進んでいくと、鳴き声が聞こえるね。これはまずいんじゃない？まずい人に出会ったんじゃないかな。ということで、一旦逃げようと思ったけど、ちょっと距離を詰められすぎたがゆえに、焦りすぎてタップができない。はい、ということで、もう一回だけど、ちょっと待って、当たってみようか。ということで、当たってみました。なんだこの死に方。意味がわからない。6のような人物の体がなくなった、溶けたように見えましたね。この人はどういう能力を持っているのか。ノッポも能力あったし、レディも能力あったよね。レディはノームに変える力があったし、小人をね。ここでもまた鳩がいるってことは、やっぱりここは外なのか。ノッポはテレビの中を移動することができたり、そう、空間をねじ曲げる能力があったよね。そう、空間と時間も曲げれるのかな、ノッポは。いろいろな説が飛び交ってる中、まあとにかく今はこやつを巻こう。こやつを巻くことだけ考えて行動しよう。いや、しかしちょっと気になるな。あれなんだ、ユリかで、病気の木。OK。で、ずっと下がっていく。すると少女のような子が出てきた。落ちた。大丈夫？でもちょっととにかく自分も守らないといけないけど、助けてあげよう。この丸太倒したら助けれんじゃねえと思って助ける。やっぱり助かった。でも自分自身も危ない。だからちょっととにかく逃げろ。はい、焦って逃げる。タップがしんどい。とにかくでも差は開いてきたな。OK。ということで、このまま先に進んでいく。さあ、どこに逃げるのかというところで、行き止まりになっちゃった。終わりと思ったら、上から、そう、岩を落としてくれたね。てこの原理で。死んだ。と思いきや、この少女一体何なの？この2人は一体何？おさげ？そしてこの銀髪は誰？そして海の中に姿を消していく2人で、そこに現れたのは黄色いレインコート。さあこれは一体何を意味するのか。黄色のレインコートは波に流されていってます。で、丘の上から何やら助けたであろう少女が崖を降りているようですね。ある説ではこれが6ではないかという話もいろいろ飛び交ってますが、わからない。正直わからない。ということでね、ベリーリトルナイトメアを30分間でまとめるとこんな感じになりました。で、気になるところがめちゃめちゃありましたんで、考察はまた別の動画で作っていきたいと思います。はい、今回はね、長々とご視聴ありがとうございました。とにかくベリーリトルナイトメアはこんな感じのストーリーとなっていました。はい。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。もしこの動画が楽しいと感じたら高評価ボタンの方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではトニーでした。またね。